国鉄203系電車。国鉄203系電車。国鉄203系電車は、日本国有鉄道。国鉄は1982年、昭和57年から投入し、2011年、平成23年9月26日まで運用されていた地下鉄乗り入れに対応した自家流通系電車である。 国鉄の分割民営化までは全車両が松戸電車区に在籍し、民営化後は全車両が東日本旅客鉄道、JR 東日本に継承され、松戸車両センター所属となった。登場時より、常磐観光船及び相互直通運転先の帝都港速度交通営団、現東京地下鉄千代田線で運用されていたが、2011年9月26日までに、 すべての編成が営業運転から離脱した。一部編成はインドネシアの PT イコミュータージャボーデイタベックやフィリピン国鉄に譲渡された。本校では各編成をト五51松戸車両センター第51編成の略のように故障する。常磐観光線と低都港速度交通営団、営団、現東京地下鉄千代田線との相互直通運転に 重当されていた103系1000番台に代わる車両として1982年から導入された。乗り入れ協定によって、勾配の多い区間でも高果減速が求められることから、基本設計を踏襲した201系と同様のサイリスなチョッパ制御を採用し、同時にアルミ製車体を採用して、車体の軽量化とらなるコストダウンを図ることとなった。 1982年に量産先行車である的51が、続いて1984年に量産型の的52から58、合計70両。ここまでが例番台に区分されるが製造され、その後1985年から1986年にかけては、201系系装車や205系を参考に、設計変更を行った的61から69。 合計90両、100番台が急編成増備された。登場以来、全編成が、松戸電車区、国鉄時代松戸車両センター、民営化後、JR 東日本所属となり、常磐観光線及び、直通先の A ラン地下鉄千代田線で運用をされて、いたが、2010年から e 2 3 3系2 0 0 0番台による置き換えが、開始され、 2011年9月26日をもって、全編成が営業運転から離脱した。本系列の導入前は、常磐観光線と低都高速度交通営団、現、東京地下鉄千代田線との相互直通運転用に、国鉄では103系1000番台を直通開始当初から運用していたが、抵抗制御であるため加速時や発電ブレーキでの、 排熱が地下鉄トンネル内の温度上昇をもたらしていた。さらに、主抵抗器が冷却線を持たない自然通風方式であったこと、同様に抵抗制御車の運用されていた東西線とは異なり、比較的長い単線トンネル区間を高速で走行するために冷却が不十分で車内の温度上昇や発熱による主制御器の誤作動、床下機器の劣化があったこと、 英断との協定の起動化速度が、性能の限界だったため、重量増となる冷房装置が搭載できないこと、などの問題点があった、常磐観光線、複々線下の遠隔と、問題も参照。また、電気子直波制御や回生ブレーキを採用する英断、6000系に比べて、消費電力が大きく、国鉄は、英断者との電力消費量の差額を英断に支払う。 両会計検査院から指導を受けていた。このような経緯もあり、A 団側からも国鉄に対し、早期の直波制御化を望む申し入れがなされていた。この問題を解決するため、先に登場していた201系に倣う方向で、本形式の基本設計が検討された。しかしながら、勾配区間が多い千代田線内でも乗り入れ協定に、基づく効果原則が求められることか。 編成重量をより軽量化して、主電動機への負担を減じる方策が必要とされた。そのため、201系で採用されていたサイリスタチョッパ制御は本形式でも採用しつつ、201系の構成車体に対しアルミ製車体とすることで、主電動機への負担を抑えながら103系1000番台に、比べ電動車比率を減少させ、同時に製造費用の削減も達成した。 まず、量産先行者として例番台重量編成一本。1982年8月27日に、川崎重工業兵庫工場で落成、出場した、区派203から1以下重量編成、また51が製造され、英団、国鉄双方の乗務員などによる、各種訓練実施した後、11月14日の、アビコ取出間復々線完成記念の出発式に、 記念列車として使用され、複々線化完成日の翌11月15日から一般営業運転を開始した。なお、この造備は戦術の区間が開業したことに伴って、国鉄車の運用が増加したことによるものであり、在来車の置き換えを目的としたものではなかった。続いて、103系戦板台を置き換えるため、1984年、 昭和59年2月から3月にかけて0番台、量産車7本が製造され、翌1985年、昭和60年3月製造分からは台車を、同年1月末に落成した205系と1のボルスタレス台車に、改めて建造費縮減及び軽量化を図った100番台が9本投入された。 これにより従来の103系1000番台は56両が1984年に105、計500番台に改造されて転廃されたほか、104両が1986年、昭和61年までに常磐海側線、成田線、鼻子成田間へ転用された。これら一連の増備によって、1986年には常磐観光線の国鉄車は冷房化率100%を達成した。 2 0 3系は軽量なアルミ合金車体を採用し、騒音の低減やエダンとの協定加速度、時速 3.3km、S 性能を、より少ない連動車、MT 比で実現している。国鉄の通勤系電車で、アルミ合金車体を採用したのは1969年、昭和44年まで投入が続けられた3 0 1系以来である。 地下鉄に乗り入れるため地下鉄対応車両となっており、AA 基準に適合し、前面中央部には内側にはしごを備えた非常用、貫通扉を設けている。車体構成は軽量化のため、従来の骨組み工法ではなく大型の押し出し型材を用いた全溶接組み立て工法を採用しており、アルミ車体の採用によって、同時期に増備が進められていた普通構成の201、 軽より1両たり6トン以上の軽量化を実現している。なお、前頭部にはそれまでに採用例のないデザインが与えられた。前面部分の上半部及び裾部に傾斜がつき、両部が一段張り出した形状で、行き先表示器、運行番号表示器、JNR マークが窓円とともに黒字で統一され、アクセントとなっている。この形状は、 乗り入れ先の A 段6000系、小田急9000系の正面を設置したデザインとも表されている。国鉄通勤系電車、いわゆる国電の標準系である片側4扉の20メートル車体で、あるが、軽量化、近く間を走るという理由で戸袋窓を廃したことから、車両の外観は従来車とは異なっている。なお、同時期に、 蓄区線向けに製造された103系1500番台や、その後の205系にも戸袋窓は設置されていない。また、客用ドア及びつま面の引き戸は、アルミハニカム製のものを使用しているほか、車体強度を稼ぐため構え体の厚みが201系統より若干増したことにより、72系920番台や101系施作者のように雨戸いは構え体に、 埋め込まれているといった特徴がある。すべての車両が銀色のアルミム塗装置に常磐観光線のラインカラーであるエメラルドグリーン、青緑1号の帯、側面は幅 300mm の粘着テープ、先頭部は幅 530mm の FRP 製素材を巻いている。乗り入れ先の千代田線のラインカラーもグリーンではあるが、本系列のものとは色調が異なる。 301系以降の地下鉄乗り入れ車両共通の特徴として、前頭部運転台上と量産先行車を除く各車の側面幕板部、片面につき2箇所に JNR マーク、紺色が表記されていた。正面のマークは、分割民営化時に、ガラスの上から黒地に白い JR マークが入ったカラーフィルムが被せられた。側面の JNR マークは消され、 先頭車の乗務員室直後の客用ドアの戸袋左右一箇所ずつ黒の JR マーク表記がされた。側窓は下段上昇、上段加工式の外はめ式ユニット窓であるが201系のものとは異なり、上段窓はバランサーのない引っ掛け式のもの、開ける際は持ち上げた状態で内側に引いて落とし、閉める際は上に引き上げた状態で上部を外側に、 押して引っ掛けるであり、戦術の協定により開口高さが 150mm 以内とされていたことから下段窓の開口高さは 150mm に留められた。登場時には連結部のつまにも窓が設置されていたが、1999年1月から2月にかけて転落防止ホールを装備した際に封鎖されている。台車は0番台には201系量産車の台車を 基本として設計した、円筒案内指示方式の DT46A 型、電動車、TR234 系、制御車、付随車を採用した。本系列の台車は軽量化のため、201系よりも動力台車、付随台車ともに、台車枠を薄に区化している。また、基礎ブレーキ装置は、DT46A 型では片押し踏みずらブレーキを踏襲したが、 TR-234 型では軽量化のためにディスクブレーキを廃し、両、抱き踏みずら式を採用している。この結果、一台車あたりの重量は201系、両三車の DT-46 に対し DT-46A 型で約 170kg、TR-231A 型に対し TR-234 型で約 750kg の軽量化を実現している。 その後、建造非節減が図られた100番台では、同時期製造の205系の台車と同様の、円錐積層ゴ無支持方式ボールスタレス構造の DT50A 型、電動車、TR235A 型、制御車、付随車が採用された。構造は205系のものとほぼ同じだが、台枠の厚みの関係上空気はね支持高さが異なるのが相違点である。また、 基礎ブレーキは、動力台車は変更ないが、付随台車は片押し踏みずら式とディスクブレーキ20、205、軽ン番台では一軸にディスク式だが、203系100番台は、一軸一ディスク式の併用型とした。この台車は、部品点数が少なく保守が容易で軽量、さらに、コストパフォーマンスに優れた台車である。機器類は201系をベースにしており、主制魚器は、 サイリスタチョッパ制御方式である。地下線走行を考慮して、歯車比を201系の1、5.60から1、6.07に変更して、引っ張り力を向上させている。チョッパ装置には、201系の CH1 型 400A に 500V より、主サイリスタを大容量化した CH1A 型 1000A に 500V、 EF67 型電気機関車搭載機器と同型を採用した。201系では、車体側面に冷却用空気の取り込み口を設けていたが、本形式では301系と同様に床下の吸い込み口にろ過器を取り付ける方式なった。素子を大容量化することは、使用数が削減され、コストダウンを図れるだけでなく、機器の大型軽量化を図れるという利点がある。 これらの機器全体の見直しを行うことで201系の CH1 型よりも、茶型は約 400kg の軽量化を実現している。このチョッパ装置は2小20方式、各層 300Hz 出力で、合成周波数 600Hz を出力し、MT60 系主電動機8台を制御するもので、ある 1C8M 制御。ブレーキは、大過重装置付き電気式チョッパ。 制御回生ブレーキ併用電磁直通空気ブレーキ、サルアに加え、自動空気ブレーキの制御弁として三圧力式の E 制御弁を採用した。A 弾との協定による高い減速度に合わせ、回生ブレーキも前回自での使用とされた二百一系では四十五パーセント弱め開示。定格電流での回生ブレーキ力は、電動車一ユニットあたり約九千五百キログラムであり、 201系の零零6 0 0 0 k g よりも大幅に強化されている。回生ブレーキ使用時は前回時であることと歯車比が大きいことが相まって回生電圧が河川電圧を大幅に上回るため、時速 50km 以上からブレーキを使用する際には0.4オームの直列抵抗が挿入される。 しかしながら、ブレーキ抵抗を挿入しても、なお時速 60km 以上では、高速絞りが作用し、時速 70km 以上の速度域では、回生ブレーキ力は201系よりも弱くなる。すなわち、203系は高速における回生ブレーキ力の減弱と引き換えに、地下鉄線内における、性能向上の要請に特化した設計が、採用されている。また、不安装置として、 ATSS 型及び ATC-4A 型、配車時は ATSSN 型及び ATC-10K を搭載しているほか、列車無線装置として A 段専用の誘導無線、国鉄専用の空間ハ無線を装備している。乗務員室内では、運転機器の配置を1 0 3系1 0 0 0番台及び A 段6 0 0 0に合わせるため、主幹制御機は、 縦軸式の MC54 バイト、ブレーキ弁は ME41A を搭載している。これは、当時の A 団地下鉄千代田線乗り入れ協定において、機器仕様が規定されているためである。補助電源装置には、DM106 系の199バブラシレス MG、電動発電機を空気圧縮機、CP には、デシプロ式 MHz 3075AC2000。 M 型を使用しており、これらは201系量産車で実績のあるものである。車内は全席ロングシートである。各部の構造やカラースキームは201系を基本としている。天井は白、側壁はクリーム色9号の内装板を使用し、床敷物は薄茶色としている。当初の座席表地は両端三人がケブをロームブラウン色、焦げ茶色、 中央の一人分をヘーゼルナッツ色、薄いオレンジ色としたものである。なお、シルバーシートについてはグレーの表地を使用している。JR 東日本化号はミントブルー色の区分柄表地への交換が実施された。また、利用者の要請が強かった冷房装置についても常磐観光専用の車両で初めて搭載し、快適性の向上が図られた。 冷房装置は同時期製造の 201K で採用された省エネルギー型の au75G 型 42000kcal ロロ h48.9kW を搭載している。室内への送風はダクトを用いたラインフロー方式で各社にはラインデリア補助送風機4台が設けられている。ただし、A 団がトンネル冷房を進めていた頃は 放熱を懸念した A 段側からの要請もあり、冷房の使用は地上線のみに限定されていた。1984年、昭和59年2月から3月にかけて製造された量産一次社では、火器の設計変更が実施された。1985年3月から翌1986年3月にかけて製造された量産二次社では、 下記のような設計変更が実施され、100番台へと区分されている。外観は0番台と大差ないが、0番台比でもは203型は3.6トン、もは202型は3.2トンの軽量化をそれぞれ実現している。量産先行車であるまと51編成が1982年11月に、 営業運転に入ってからおよそ半年後の1983年6月15から22日、19、20両日は試験なし、地下鉄直通用車両として、あらかじめ意図した性能を達成できていか、田舎を確認するための性能試験が行われた。試験は、定置試験と走行試験に分かれる。全車は停止した状態で、ブレーキや MGE の性能を、 ATC の動作確認を行うものであり、後者は立行、ブレーキ、台車、換気性能や投資、運転での性能確認、及び勾配軌道性能の確認が目的であった。試験編成はまた51編成であり、10両中6両で何らかの試験が行われた。車両元に行われた試験の内容は、下表の通りである。形式は、下記の5種類である。 車両番号は2008年5月時点2011年9月に車両故障に起因する組み替えが行われている。詳細は置き換えを参照。落成以来2011年平成23年9月に運用を終了するまで重量編成17本170両すべてが松戸車両センター旧松戸電車区に配置され常磐観光線を呼び相互直通運転先の 英団、現、東京メロ千代田線で運用された。常磐観光線では1987年、昭和62年以降、207系900番台ともに共通運用されていたほか、1999年秋より209系1000番台が投入されたが、これらは少数派であり、E233 系2000番台の投入まではの路線の主力車両であった。しかし、 2010年後半から後日の E233 系2000万台への置き換えが本格的に始まった。千代田線と直通運転している小田急電鉄の列車無線や ATS は搭載されなかったため、同社には入線しなかった。JR 東日,日本から2007年、平成19年3月に E233 系の常磐観光線使用車2000万台、 を新たに投入し、2008年末以降に営業運転を開始することが発表されたが、後に2009年3月に JR 東日本が発表した設備投資計画では、常磐観光船への E233 系の導入は2009年度からと訂正され、実際の投入は2009年度に1編成、2010年度に10編成、2011年度に7編成となった。 2009年度導入編成は、同年9月より営業運転を開始 207K900 番台を置き換え、続いて2010年度以降は本系列の置き換えを行った。前日の通り、一部編成はインドネシアの PT 回コミュータージャボーデイタベックとフィリピン国鉄に譲渡されている。インドネシアに譲渡されたのは、 廃車となった車両の内間と51.5266.686編成の重量編成5本50両フィリピン国鉄に譲渡されたのは廃車となった車両の内間と53.5455.67編成の重量編成4本40両である。なお、インドネシアには同時期に廃車された東京メトロ6000系も譲渡されており並ぶ姿も見られる。 これらの車両はインドネシア上都分は2011年8月から9月に海上輸送により陸揚げされ、フィリピン国鉄上都分は新型東港から2011年9月に、的67編成が11月に、的53.5455編成がフィリピンに海上輸送により陸揚げされた。なお、前期した以外の車両、重量編成8本80両は、 個人に売却された、区ハ203から103以外はすべて解体処分、されている。E233 系による置き換えが進行したため、2011年、平成23年9月1日からはまと55、編成に、ありがとう203系ヘッドマークが提出されたが、9月中旬に、モハ203から15モハ202から15のユニットが、優えしたため、 すでに運用離脱していたマト五十四編成のモハ二百三から十二、モハ二百二から十二ユニットと入れ替えられた後、九月二十六日に最後まで残っていた同編成が営業運転から離脱した。マト五十五編成離脱後は再びマト五十四編成とユニットを入れ替え、正規の編成へと戻した。インドネシアの PT 回コミュータージャボーデイタベックに譲渡された車両は全面に、 スカートと透析からガラスを保護する、金網、側面扉にステップを増設するなどの改造が行われ、8両編成に蘇生され2011年12月より、ジャカルタの都市近郊路線で運行を開始した。2012年頃より、車内外の日本語掲示物の撤去が始まり、車体の日本語表記なども消去されている。8両編成化によって余剰になったモハユニットは、 旧車扱いとなっている。2011年11月にフィリピンのフィリピン国鉄に譲渡された車両は、マニラ首都圏でディーゼル機関車による牽引で客車として運行するための改造を受けた。4両編成7本、28両が蘇生され、A の車両がアラバン、アリバン側である。2013年10月までに先に日本から譲渡され運行されていた12系や14、 軽脚車を置き換えた。ディーゼル機関車が先頭となる編成で運行され、区派が先頭となった、推進運転は行われない。先頭車前面、側面窓には金網を取り付けて、透析による破壊を防止している。車両によっては、側面扉のガラスを鉄板に交換している場合も、ある。編成の端になった元中間車、D は、 貫通扉のガラスを鉄板に交換し施錠している。連結器は自動連結器に交換され、微糖などの追接は行われていない。客車として使用するための電源が必要なことから、区ハの室内に発電機を設置した。第一編成の区ハ203から107は、運転台と逆側の車端部に発電機を搭載しており、唯一側面に ルーバーが設置されているのが特徴となっている。この車両だけ発電機室を編成中央側に持っているため、隣の車両と通り抜けができない。利便性向上のため、第二編成以降は運転台側に発電機を設置している。客車化にあたって、電装品などの撤去は特に行われておらず、主電動機、床下機器なども電車として使用されていた時代とほぼ同様である。 現地では、もはや、サハの日本語で車両を管理していない、関係上、サハ203の9との区別のためもは203から9に A の表記が追加されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。